皆さん、こんにちは。笠原です。今日のグラム染色、この1枚です。患者さんの臨床像として想像していただくキーワードとしては、市中発症が多いですね。皮膚難部組織感染症が多いですが、時に感染臓器がわからないこともあります。嘔吐とか下痢などの消化器症状が目立つこともあります。炎症反応はかなり高値で、 バイタルが不安定なことも多々あります。我々もこのコロナ禍で突然の発熱だとか、家で倒れていて、救急隊が行ったら熱があったとか、そういうパターンで、コロナが疑われるけれども、培養を取って、この感染症であるということを診断するという症例がよくありました。血液培養のグラム染色はこんな感じです。菌体は紫色の丸い形をしていて、 それが長く連鎖をしていいるということとが分かると思いいます。す。長い連鎖のグラム陽性吸菌ですこれだけを見てもパッと分かる人は分かるかもしれませんけれどももう一つこのグラム染色には特徴があって抗菌薬のテキストをお持ちの方は37ページをご覧いただければと思いますけれども同じように長い連鎖のグラム陽性球菌のこちらとこの今見ていただいた左側のグラム陽性球菌とどこが違うのかと。 なんとなくパッと見て違うと思うんですけれども、説明できますかと言われたときに、ぜひ見ていただきたいポイントは、これは両方とも血液培養ですので、右側は赤い丸いものが見える。つまり、赤血球がたくさん見えるということが、その大きな違いになります。これは血液培養になるので、通常は赤血球がたくさん見えるんですけれども、左側の先ほど見ていただいたグラム染色では、赤血球がほとんど見えないことがわかります。 これはつまり、溶血をしている、赤血球が破壊されてなくなっているということを示唆して、そしてその背景が赤血球がなくなって赤くベタッとしているというのが特徴です。血液培養のグラム染色としては溶血を考えるというのが大きな特徴です。 この溶血はグラム陰性肝菌、例えばビブリオとかエロモナスとかでも強い溶血を認めることがありますけれども、その時も同様に赤血球は認めないということがありますので、溶血している時の血液培養のグラム染色というのが、こういうものが特徴だということを覚えておいてください。え正確な菌名はストリプトコッカスディスガラクティエサブスピーシーズエクイシミリスと言います。 よく間違えるのが、ここのディスの後に A をですね、A を入れてしまうんですけれど、ストレプトパカスアガラクチエという菌があるので、ついてディスアガラクチエと言ってしまいがちなんですけれども、ここには A はなくてですね、ディスガラクチエになります。で、頭文字を取ってですね、SDSE というのを取って、SDSE と呼ばれることもあります。ベータ溶血、強い溶血の連鎖の長い連鎖級金属で、ダンスフィールド分類では G 群に分類されます。 ダンスフィールド分類がどんな検査かっていうのは概要欄の方に動画の URL を載せておきます。これは性質としてはダンスフィールド分類 A 群ですね、ストレプトコッカスパイオジネスとよく似ていて、皮膚軟部組織感染症とか異性筋膜炎とか、 の原因になることが多くて、薬剤感受性は非常に良いと、で特にペニシリン G に関してはほぼ100%感受性ということになります。エリスルマイシンとかキンドロン系も時々耐性のものがあるんですけれども、おそらくストレプトコカスパイオジェネスほどはですね耐性が少ないんじゃないかなということで、えー、こういった感染症はいかに重症でも、治療はペニシリン G、ペニシリン系で可能であると。 いうことになります。まあ、こういった症例に、例えば菌が確定しているのにカルバペニムを使ったりする必要はありません。また、通常は A 群の 連鎖球吸菌の場合は、毒素の酸性抑制のためにクリンダマイシンが使われるんですけれども、この G 群の連鎖球吸菌の場合も、同様にクリンダマイシンを使った方がいいかどうかっていうのは、あんまりちゃんとした研究がないんですけれども、経験的に使うこともあるのかなと思います。今日のグラム染色、この1枚は、長い連鎖のグラム陽性吸菌。特に血液培養ですから、背景の赤血球の有無に着目して、溶血しているかしていないか、 ということに着目しようというものでした。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。